北進工業所は、高岡同期の会社です。商工会の方とかあるいは市役所の方が町おこしをやろうというのでその町のキャラクター焼きを作っております。一番初めに作ったオリジナルの方は高岡大仏焼きです。それ商店街の理事長さん同士の話でたい焼きやってみたいと坂下町商店街のキャラクターを朝市で焼いて販売せよという話になりまして地元の方に買いまくってもらって、まあ、頑張ってほしいなと。芋のは細かい模様が出てくるので例えば鯛なら鯛の鱗が鱗らしく見えるように桜の花びらも入れてみたりとかいうようなこともありましたので桜の花びららしく見せるためのバッケ技術ですか、まあ、こういうものは仏具とか神仏具で培ったその技術を転用していくらでも楽にできたので、そういう形で現在まで至っております。地元の方が地元の近くの近所のおばあちゃんじいちゃん孫ちゃんにこう売っててもらえています。キャラクター焼きたい焼きは日本の代表的なファーストフードでつながりがうんとつながってきてで200何十箇所私今納めましたので私の納めた200人ぐらいの人を高岡へ呼んでたい焼きサミットをやりたいと思っております。